はい、えー、ポールアトレで制約をやらせていただきましたイリノミユです、えー、ティモシーシャラメの、えー、声をやらせていただくのは今作で5作目ということで、えー、とても光栄に思っていますこの作品もう彼にとってもそして僕にとってもとても大きな作品になりました、えー、今日はよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、レディージェシカの声を務めさせていただきました稲川純子ですいや本当にこんな超超超大作に出演できて本当に光栄です 今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは、えー、森川敏樹です、えー。本当にね、えー、公開直前ということでワクワクしちゃってて、えー、まあ短い時間ですけれども、えー、よろしくお願いいたします。なんで笑いがなんですか？大丈夫です。テンションがね、もう楽しみなのが伝わってきて、<laughs> はい、よろしくお願いします。 お願いします。おはようございます。えー、ダンカン役を演じさせていただきました安本弘と申します。よろしくお願いいたします。はい、えー、チャニーを演じました内田真ヤです。いや、あのー、すごく超大作ということで私もワクワクして今日は参りました。よろしくお願いします。 さあまずはあの公開を控えた本作ですが皆様に伺いたいと思います原作が「スター・ウォーズ」ですとか「風の谷のナウシカ」「アバター」など本当に数多くの作品に今も影響を与え続けている「デューン砂の惑星」ということでえもうこれはね伝説の小説と言われております SF の始祖とも言われているこの大作にご出演なさったお気持ちを改めて入野さんいかがでしょうか。 はい、僕実は本当に勉強不足ではあるんですけどもこの作品を今回初めて僕知りまして、えー、そういうその日本でのナウシカだったりとかっていう対策に影響を与えたものだっていうのをこの作品をやるにあたって知りましてで、まあ、シナリオも全部が全部 SF の小説見てるわけじゃないんですけども、まあ、知れば知るほど奥が深くて多分一度見ただけではなかなかこう。 理解すべてが及ばないというところでうんこの先も何度も何度も見ていきたい作品だなというふうに思っています,ですよ、ね、本当に大作なんでねこれがどう映像になるのかというのは80年代もありましたけれどもなかなかね皆さん興味のあるところだと思いますが皆川さんはご出演されてみてこの大作いかがでしたははいももうもちろん名前前存じてててまして、えー、と絵があって約20年ののドラマ版の吹き替えで イルラン姫っていう役をやらせてもらったんですけれどもだから今回の話をいただいた時あっデューンだしかもレディー・ジジシカ役だと思ってすごく本当に光栄でしたあのだから勝手に縁を感じているのとそれからもうデューンといえば SF 好きの方にとっては本当に有名すぎる作品で1聴いたらもう10熱いテンションで帰ってくるっていう感じの作品なんで本当に出演できてもう光栄でございます。はい ありがとうございます森川さんはこの、はい「蝶大作」ご出演されていかがででしたそうですねあの、まあ、僕自身もやっぱりこう「デューン」っていう作品大好きなので、まあ、この年になって、えー、作この作品で吹き替えで出演できたっていうのがすごい嬉しいですね。あのこう若い頃に、ね、こいに出るチャンスがとかっていうよりかはなんかこう,もう、まあ、50過ぎて。 えー、お父さん役で、えー、出られるっていうのがなんかすごいこう感慨深いというか、うん、なんかとっても光栄に思いますはい。いい役ですからねいい役ですからね頑張りましたはい <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。安本さんはいかがですか。はい、えー、僕はですね。怒ってるの?。怒ってない。です怒ってないの?い。最初からそういう声なの、ねなで。非常に今穏やかな気持ちでしょ。何年も一緒にやってる。<laughs> <laughs> ごめんなさいね。生まれつきなものでございますが。まあ、僕はあの、<laughs> 俗にオタクでございまして、特にゲームが好きなんですけども。ゲームとかでも、まあ、ネタバレ、ネタバレなんですけど、まあ、砂にまつわるものの。 結構バックボーンその作られた方のバックボーンにデューンがあるっていうのはすっげえめちゃくちゃな数あるんですよ。もう1回2回じゃなくてもうモンスター1つ取ってもあこれはあれからだなとかいうのが山ほどあるんですけどそういうのをいっぱい触れてきて、まあ、当然だからオタクとしてデューンというものというのは知っていましたけれどもまさか2021年にもう1回触れることになるっていうのは自分でも想像しなくてそこにジェイソン・モーマーさんで関わることができるっていうのはとても幸せだしもうオタク心がふつふつと今。 全部喋っちゃいそうだから怖いんですだからオタクってすぐ喋っちゃうんですよだから今すごく我慢しています <laughs> でもとても皆様の期待に応えられるものになっていたし僕自身オタクとして本当に楽しかったんでうん貴重な経験させていただいたなと思っております 公開前日なんでね、ネタバレちょっと気をつけながら行きたいなと思うところではありますが内田さんは本作ご出演されて,改めていかがででしたそうですねあの、これ収録をさせていただいたときにあの本当にここで描かれるのってほんの一部なんだよっていうぐらい原作がやっぱ大きなものですごく大作なんですよね。で どうやって理解をしたらいいかっていう方法として本当にその瞬間に向き合うというかそこがもう今回はあったんですけどそのぐらい大きな大きな世界でもう砂の世界の中にいるというのが収録していてもあの、まあ、映像で私たち音を聞いて映像の中でいるって感じですけどとても伝わってきていや早く見てほしいなと。 思う作品です、ねうん、さあそしてあの本当にここにいらっしゃる方々が演じられた役柄以外にも魅力的なキャラクターが登場する本作ですけれども皆さんのですね推しキャラそしてその推しポイントも一緒に聞かせていただきたいなと思うんですがこれ入野さん伺っていいですか。そそううううでですねそのこここにいいるキャラで言うとやはりこうダンカンカっていう えー、役はですね。このポールとの関係値の中で、とても大きなものになっていて。まあ。ええー、言いそうになりますね。ダメなんですよあれ、言いそうになるけれども。彼との関係値だって、まあ、もう、もちろん、お父さんもそうなんですけれども。その、この家族だったり、まあ、もう、なんかも家族ですよね。一種の、なんか、そういうものを取り巻いく。ある大きな事件がきっかけで、彼自身が、その、急にも成長しなければならない。余儀なくされる、その、もう。 急に大人になれって突きつけられる、ナイフを突きつけられるような瞬間があって、やっぱその瞬間をこう。見るとドキッとするんですけど、その辺をなってくれてるのがやっぱダンカンで、僕としてやぱ。かっこいいよね。かっこいいです。かっこいいんですよ。うん。かっこいい絶。絶対惚れるもんだって。そうなんですよね。やっぱも,もちろん声もそうですし。彼とのやり取りっていうのが、特に序盤から大切になってくるので、うん、のダンカンとの。 こう関係値っていうところを注目していただけると嬉しいなと思います。この友情もグッとくるポイントですからね。はい、はい、ありがとうございます。水川さんは推しキャラ、推しポイントいかがでしょうか。あ、もうもちろんアトレイですけど、アトレイですけど夫であるレトさんとポールはもちろんなんですけれども、もう目が離せないのはニックギー的のハルコンネン断尺ですかね。もう見た目からも存在感がすごくて。 もう心置きなく憎める感じの <laughs> 空気がすごく好きです。なんかさっき楽屋でも話してたんですけど、あの、もう吹き替え版の役者陣も悪い人しかいないね。<laughs> 悪い声の人しかいない。人はいいけど悪い声の人しかいないねって話を。<laughs> 本当だよね。そうそうしてました。<laughs> 予告でももう出てますけどもうあれ以上のうわーこいつやだなっていうのたくさん出て,て出てきますからねそうですね、えー、もうそこらへんも見どころです赤役たちもはいありがとうございます森川さんいかがですか推しキャラですか推しキャラいっぱいすぎてどうしようかなって思ってて <laughs> うんと推しキャラえ考えてきてもらっていいあの映画の <laughs> <laughs> えねえ人物人間 がいっぱい出てきますけど、まああの舞台が砂の惑星なので、はいはい、えっとこれぜぜひですね、あの砂のこの惑星の中にいる愉快な生き物たち、今思いついてます。今,今考えながらしってますよね。でもね愉快な生き物たちでもすっごい。 かわいいねキャラクターが出てくるんですよ。はいはい、声高くなってきたな、<laughs> 実はそうそう。いる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 。ほ、ねうんとにね、もうあのお友達になりたいぐらいな、<laughs> かわいいのが出てくるんで、それが僕の中では、えー、推しキャラです。はい ワイルポイントきますね、あのでももう結構重いストーリーじゃないですか。その中でこうなんか一服の清涼剤というか、確かに。可愛いのいますよ。なんかそういう感じなんですよ。でもド杜に監督自体もその砂砂漠自体がもう今回重要なキャラクターだって思ってたんで、あれがね、あのこの砂のその何でしたっけ、スパイス。これをまああのまあみんながねこう奪い合うというか、そういったところなので。 じゃ、スパイス。あ、スパイス。お時間に、もう。意見が変わりすぎて、ブレぶれすぎですよ、当然。ぶれすぎ。お父さんブレすぎです。可愛い動物が出てくるんで、これ、あの、名前がわからないんですよ。そうですね。はい。ぜひ、名前つけていただきたい。名前つけていただきたいって話なんです。はい。で、見ていただければ、あ、本当、本当見ていただければ、出てくるので。楽しみにしておいてください。はい。ありがとうございます。安本さん、いかがですか。はい、えっとですね。 まあダンカー目線で言うと当然、ポールになってしまうんですがまあポールとの関わり方でもう最初からちゃんともう彼は大人でそこから享受するものがあったりとかいろいろ思うところがあったりっていうのがあるからやっぱりどうしてもポールなんですけど全体的に見ると気になっちゃうという,もう気になっちゃうオブザイヤーを挙げたいんですけどチャニーが気になっちゃいすぎるんですよこの作品。のそういうい意味だとチャニがやっぱ インパクトとしたすごくあったんで結構僕はそうですねあとゼンレイヤがもともとすごい好きですすごいすごく好きですすごく好きなんです <laughs> <う>青い目がすごいね綺麗だよね印象的ですよね砂漠での佇まいもまたいいんですよねゼンレ,レイヤね、うん、内田さんだそうですよそうですねすごい素敵でしたよね人事 <laughs> <laughs> いや私そうですね演じてますけど私、はい まあは、ポールがすごく、やはり、惹かれるものがありましたね、収録中も。いや、もうなんか、美しいじゃないですか、美しいですし、あんな大きな画面で見ても、ずっと見てられるって、すごいなーって、やっぱ思うので、うん、ポールかなと思います。うん 素敵でしたけど、あの確かに尺の長さっていうのもあるかもしれませんが、エリノさんどうですか？あのポールのちょっとよりまあまあ多かったですよね、はい。そうですね。よりも、はい、てかまあもうい色々やっぱポールを主軸にしてる話ではあるので、彼のいろんなもう部分を切り取っていてでアップのシーンでもやっぱこのティモシー・シャラメのもう芝居この顔の表情目の動きだったりとか、もうそういうところがもう 全部こう彼の心情をこう表しているので見逃せないんですよね、本当にか本当かっこいいだけじゃない美しい,そう美しいし <laughs> 透明感がすごい本当に本当に。<laughs> <れ> <laughs> いやいやなんかニヤニヤしながら喋ってるんで森川さんちょっと面白いねいい,い,いいなと思ってね,ね僕もこのぐらいの頃があったのかなと思うと <laughs> 多分ないと思いますあごめんなさい, <laughs> 多,分ない多分ないと思います覚え,てないで <laughs> 覚えてないですもんね <laughs> いやでもやっぱどの作品で見てもやっぱこのティモシー・シャラメの,その役にへの寄り添い方だったりとかそのティモシー・シャラメ自身のそのたまいっていうものがこう作品の底上げをしてるというか キャラクターもそうだし、彼監督もね、ディーン監督も言ってましたけど、彼がこう映像にいるだけでその説得力だったりとか成立するシーンになるっていうやっぱすごいやっぱさすが、うん、ポール・アトレイで主役だなという存在感だと思います。はい、の、はい、理解度も素晴らしいと思います。じゃあ、はい、ポールを挙げていただいたということで、はい、ありがとうございます。さあ、そしてあの本当にこう。 先ほど私、iMAX で撮られていて本当に究極の今まで体験したことのない映像体験ができるという話もしたんですけれども究極の映画体験が味わえる本作ということで皆さん印象に残っているシーンって特にどのあたりでしょうか野ささんんたくさんあると思いますがまあまあ本当にたくさんあるんですが中でもやっぱ衝撃を受けたのが、あのー、母とのシーンで、うん、あの砂嵐の中でその砂嵐の中から脱出を試みるシーンがあるんですよね。 やっぱ体感型っていうだけあって本当に自分がその中にいるようなやっぱもう砂の音がもう回っているしできっとまあここで死ぬはずはない絶対抜け切れるんだろうって思いながらもなんかこう焦りだったりとかすごくこう胸の中をかき立てられる瞬間があって息するのを忘れるってこういうこと言うんだなっていうのをまさにそのシーンで感じましたね。はい、はい そ,のはそうですねとても印象的だしやはりあの砂の中のシーンっていうのは印象的でポールが砂に巻かれてるシーンとかいや自分の口の中にも砂入ったんじゃないかって思うぐらいの映像でじゃりじゃりってするっていう感じでなんかその画面の中の中への没入感が本当にすごくてあの見終わった後 体の砂を払いたくなるような感覚でした <laughs>、はい、特に具体的にこ,うこのシーンっていうのはありますかこのシーン、いやもう全部にふわーって思いながら見てたんであれですけどもやっぱり私本当にポールの美しさをすべて見てほしいですね。はい、はいい 余すところなく大画面でいい音響で楽しんでいただきたいはい、はい、ありがとうございます森川さんはいかがですかはいえっとまあねこうまあ日本語吹き替えのねメンバーが集まっているのでこのまあじ人物のこう魅力みたいなものは ね、いっぱい出てくるんですけど僕からすると SF 大好きなのでどちらかというとこう宇宙船とかそれからこうマシン的なものですねそれがすごいアイディアが豊富でその監督がの,このな,なんだろすべてをこう出したようなその、まあ、迫力とか映像美みたいなものが自分の中でも全編通して魅力的でしたね。す、うん、すごかったですやっぱ、ね、宇宙船の 着,着陸したときにドアが開くシーンがいっぱいあるんですよ、うん、これがね、全部違うんですよ、うん、開き方が。これ、すごいなとか思いながら、それから、まあ、音もそうですね、音の迫力が、お母さんと、あのーね、ポールがこう、えー、いわゆる会話をするじゃない、念動力みたいな形で、はい、あの,この音の迫力というか。はいはい おボーンってきたから「あ俺も聞こえた!」とかとってて「<laughs> 俺も能力あるかな?」っていうぐらいすごいんですよ。うん、だその迫力とかもう本当に、あのー、ヒューマンドラマはもちろんなんですけれども SF のそこどう見せるかっていう技術これが素晴らしくて、えー、もうぜひなんかこう皆さん注目してもらいたいなっていうふうに思います。 ヘットマニアも唸る作品になってますから、うんはい、全方位的に楽しんでいただけると思います、はい、ありがとうございます安本さんはいかがですか そうですねこの手の質問は後ろに行けば行くほど大変なことになるんですけど <laughs> でもまあ映像美としての圧倒的な迫力ものすごい細かい描写とかもさることながら、まあ、脚本の中でもヒューマンドラマもいっちゃったんですよ森川さんの全部 <laughs> 全部持ってきましょう <laughs> ででそこで僕はまあ自分のキャラもそうだしお母さんと息子父と息子それてもう簡単に言うとざっくり言うと本当すげえ悪いやつらもう関わり方とか全部が本当波がずっと立ってるような感じで一個も気が抜けなく ってずっと見てしまうんですがその中でも1個自分で思ったのはダンガーさんっていうのもあるんですけどこのジェイソン・モーマーさんが三船敏郎さんをすごいリスペクトしてるというところで刀を使った剣撃のアクションが盾であるんですけどそこら辺とかにあれこれって日本の居合の動きかなとかそういうところを思わせるようなのもちょっとあったりとかしてそういうな,なんかいろんなこだわりがあるのかもしれないんですけどそこら辺もなんかつぶさに見ていくといろんな発見がもうそのダンガンだけじゃなくて各キャラにいろんな発見がありそうな。 気がするんでいやまあ僕、まだ回数見れてないんであの個人的にめちゃくちゃいっぱい見たいなと本当に思ってまますす、はい、ありがとうございます内田さんは印象に残っているシーンのあたりでしょうか私はボイスが聞こえてくるシーンっていうのがあるんですけどあそこのなんか何とも言えないぞわぞわ感が私は結構怖いやっぱお恐ろしいというか砂の世界ってその広さもありますけど。 なんか得体の知れない怖さみたいなのがあると思うんですけど、そこにいる、そこの聞きえてくる音も全てがなんか恐怖があるというか、それは一つこう、作品をより大きく見せてくれているポイントというか、 そういう技なのかなと思いました。なのであのどういう風になる日本語になった時どういう風になるんだろうなという風に思ってたんですけど、うん、いやすごくなんでしょうね恐ろしさを感じましたね。うんうんうん。さんもそのあたりはね。ねうですね。収録も結構ど、うん、ど,どんな風な声なのかっていうところを、元、うん、音を、うん。うん ししっかり聞きましたよねね結構あのやっぱ、えっと、本編もう完成されたものだと音が全部もう重なって加工されたものでそのもっと分解したもう本人の声どんなふうに言ってるのかっていうところをチョイスしながら収録はしましまたね原音のに近い感じでねそうですねなんかそのゆっくりスピード感とか,、うん、なんかそれをどういうふうに寄せていくかっていうその まあ、日本語と英語の違いでの,その命令系の形だったりとかっていうところも言い方考えながらちょっとね、うん、チャレンジはしましたね。はい これはね、もう本当に吹き替えもまた本当に素晴らしかったので、うん、ぜひ両方で見ていただいて、それぞれの魅力があると思いましたのでね。は,い、はい、ありがとうございます。というわけで、ここからはですね、皆さんにとあるゲームに挑戦をしていただこうと思います。スタッフの皆さん、はい、お願いします。ちょっとね、雰囲気が変わりますい。はい。はい唐突ですね。<laughs> <laughs> そうなんです。<laughs> 森川さん、出番ですよ。出番です。<laughs> <laughs> ボケます。<laughs> <laughs> 今日は、ね、あの主人公、ポール・アトレーデスと関係の深い皆さんがお集まりになっております、ポールの母親、レディー・ジェシカ、そして父親、レッド、えー、運命の人ちゃんに、兄貴分、ダンカンと強い絆で結ばれた皆さんだったら意思疎通もバッチリかなというところで、皆さんにまるといえばというお題に対して、それぞれ今、お持ちのフリップにお書ききいただきます、はい、これ全員一致を目指していただきたいと思います。はいいいすすまませんんその前にもう森川さんがボケっっててことを言って <laughs>

砂の惑星に住む巨大生物といえば何でしょうか、お書きください。これはもうね、これはあの作品にも多数回登場しますし、名前もよく出てきます、デンファンの方ならもちろん知っている、先ほど映像、あの画像としても出てきました、あれです。さあこれ一斉に出していただくんですが なんか森川さんが長く書かれてるっていうのはちょっと気になるところですね。長い長いですね。長いですよね。どうでしょう、森川さん以外は終わるあ大丈夫ですね。はい、よろしいでしょうか。それでは一斉にお出しいただきたいと思いますがマイクをお持ちいただきましょうかまずね。はい。はい、もう隣見えちゃって怖い。はい。よろしいでしょうか。はい。ではお出しくださいどうぞ。

<laughs> だからまあまあ人間からするとね <laughs> <れ>そうですけどね一応デューン砂の惑星ですからね砂ついてるからねはい絵うまいですねありがとうございます2コぶなんですね <laughs> あれあ寝ようか <laughs> うまいか <laughs> <laughs> いや <laughs> 分かってますよ本当にね サンドワームですよねササンンドドワワーームムって言い方なんです僕は小説とかだしさっきも言ったけど「古のゲームオタク」とかはここから圧倒的なヒントを得てここのクリーチャーがいろんなゲーム出てくるんですよ。いや出てきますよね僕も分かりますそれはそれやっぱ印象がすごく強い分かりますでも吹き替え版でね吹き替え版でね言ってたんでまあこれかなっていうところサンドワーム砂ムシどちらでも OK です OK ですか ラクダはちょっとさすがに出てきませんかラクダは来なかったですね見たんですよね見ましたはいすみません一致せずということですここは合うと思ったんですけどね次会いますよ次会いますかねさあ続いて第二問ですはいデューン砂の惑星エモいポイントといえばどこでしょうか待ってくださいこれ一致しますか これはおのおのがセールスポイントをもう一回言うというわけではなく一致させた方がいい一致させた方がいいエモいポイントエモいポイントエモい一致を目指してくださいではお書きくださいなんだろう結構今までも出てきたんですがその中からどれをあ皆さんのねお話の中で出てきたんですがどこをポイントにするかというのは変わってきますよねこれはあ皆さん筆が進んでおりますが森川さんが 結構シンキングタイムが今度は長いという。さあ、どこでしょう。これは一致しないけど、なんか、つ魂で繋がってたら、政府みたいな感じでもいいんですかね。なんだそれ。うん、一応魂で繋がってるんで、きっと同じこと言ってるはずなんですよ。そうね。きっとね。聞こえ、違うように聞こえても、同じはず。本質的には一緒みたいな。そういうはずなんですよ、落雷会は。さあ、皆さん。

これ、内田さん、世界広しっていうのはすごい世界広いよっていうアピール。あ、っとあ、って。リューン関係なリューンの世界がね、作品の世界が、もうまだまだ広いですよって。まだまだ広がるよ。しかも、あの子すごいことに、あれボケじゃなくて、ただ普通に書いたぞ。ええ。すごいね。なかなかできない。広ロってね、なんか。ヒロこんだけいろいろ話してきたのに、あれ、あれ出てきたか世界広ロ出てきた。確かにね。スケールのデカさとかありますよね。 <や>そこはそ,そこか、どこだね、確かにね、はい

でしょうね一致はまあでも一五特にここの三人一だよねねそれですけど大丈夫じゃないですかこれそうですよ親子はバッチリす親子はなるほどそういえば親子だったねそういえばって言わなくていいんですよはだから唇なんですかやっぱりポールのいやあのやっぱねこう 唇っていうか、アップのシーンが結構多いじゃないですか。確かに、僕は結構ね、唇見ちゃうんですよ。ま目ももちろんそうなんですけど。セクシーですよね、やっぱね。あの、もちろんね、あのね、職業。あの、職業柄でも。口はよく見ますもんね。動きをね。でも、ここまで揃ったのはすごいですよ。はい。ね。すごいと思う。 ねえ、はい、という個性的な方もいらっしゃいましたけれども、うん、素晴らしいです。<laughs> 次行ってみましょう。はいやいや、もうここで終了ですああ。終わりなんですか?。<laughs> はい。<laughs> <laughs> そうなんです。ここか<い>やりたがるじゃないですか。<laughs> 終了でございます。ありがとうございましす、はい。ありがとうございます。さあ、では、回収をさせていただきまして、えー、明日公開となります。デュースの惑星、あのー、作品を代表しまして。 入野さんに最後メッセージをいただきたいと思いますお願いしますはい、えー、この作品、まあ、こういう状況ということもありますけれども是非劇場で見ていただきたい劇場で見てこそこの作品の良さだったりとかえー、エモさだったりとかすべ、えー、てが体感できる、えー、場所だと思っていますもちろん今後ねなんかこう他の場所でも見れる可能性はあり,ありますが是非 特にやっぱアイマックスで撮ってますから、このアイマックスで見ていただけると、す、え、べ、ー、てが、この本気度が伝わるんじゃないかなと思っていますので、えー、ぜひ劇場に足を運んでいただけると嬉しいです、よろしくお願いいたします。いよいよ明日